調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。おのが身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。は
今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。アイコ殿、我々はどうい…町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。信様が言うには、京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃあ、天使様も召し上がっておられるってことかい。ああ、そうさ。あんなバカ野郎の言うことは聞かねえこったね。天使様がわしらと同じものを召し上がるわけねえだろ。
様かい？ああ、そうだな。あんなに急いで。オデスタに後を追って、あんなに急いで。なんで言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、倍払う。これはうちに伝わる。あっ、米引き立てだよ。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えて。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手…承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってのこさ。間違いねえ。僕が森の中にいるのさ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる。盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だって言ってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら読みの国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところがあいつはイザナギさえも…けどけ、わしの番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。ここは一番お待ちを。足りなくなるのでございません。今日はついてねえな。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませんが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。わしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。
ク殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。から離れませぬよ。先生を見つけねば。やつらは無駄中に起きてくれ。助けてやってくれ。誰か倒し返せ。腕に弱いのあるやつはおるか。おらだ。やりさえ持てれば。いけませぬ。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は弘樹殿、お行きくだされ。案ずることはございません。何してわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。死ね、死ね、死ね。ここでしまいじゃ。クズ。止めろ。
楽にしてやれ。喜んで。こいつらは一体何が望みで、こんなことをしておるのか。俺だけだ。必要のねえ愚か者が。これで最後じゃ。向こう水なもののふは誰だ。聞け手田殿、拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け愚かなわっぱが。命乞いするなら今のうちじゃ。喉をかっ切れ、何かでございますか。かたじけない。ひろき様、三十郎様をお探しなら先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。逃げるなら今のうちじゃ。切り刻んでやる。捕らえたぞ。息をつけ。多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をおと愛子殿が無事であればよいが。腕が、ああ、なんてこった。
つら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。佐能の御事以来の極悪人だが、二言のないお方。命乞いしてた今のうちじゃ。もう逃げられんぞ。百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつ。頭をかち割ってやる。クズ野郎が。クズ野郎が。してあればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってね。その先は誰も犬が。犬が。百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるっても。役立たずの嬉しいのに今のうちじゃ。目を狙え。気付けろ気付けろ。待て逃げるかい臆病な。だからしばいつ来てくれるんだい。
せねば。そこの木を持ってこい。マヨセイ、まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。死ぬ。猫にもかなわんな。気付けろ気付けろ。なんでだなんでだ。あいつらは刀もろくに握れねえじゃねえか。本は放っておけ。
を登れ。負け犬が、負け犬が、この俺を買いかぶりすぎじゃ。今だ。奴らが退いておる。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。はい。刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。さあ参れ。何もできぬな。
やっ小僧、恥さらしめが。積んでおらぬ。はっ、うん、何もできぬな。やっ、さあ参れ。せい、せい、うん、哀れ、何の修練も積んでおらぬ。せい、切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが千儀の中、失礼いたします。
されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。